皆さん、こんにちは。名古屋ピアノ調律センターのライブ配信へようこそ。平張りのショールームからライブ配信をしてまいります。私、名古屋ピアノ調律センターの小林と申します。よろしくお願いします。今回は全く同じピアノの比較になります。同じメーカー、同じモデルでの比較ということで、どれくらい差があるのか、スタインウェイですが、ピアノの製造工程は今でも8割は手作業で行っており、職人が一台一台丁寧に作っております。今日演奏していただきますピアニストの匠圭さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくおよ願いろいしたくおし願ます。いいたします。私、ここの名古屋ピアノ調理センターの代表をしております宮北と申します。公開収録という感じで、まあ後でカットできるという、まあ体ですから、まあついつい余計なことを話したくなるんですけれども、ただこっちの音のいやいや、印象が思もうった通りでいいんですよ、吹っ飛んじゃいますからね。別に思ちょっったと通こっりでいいんちですのよ。記憶が薄らぐ前にもう弾いた方がいいですよね。まずは、そうですね、じゃあ、まずは四の五の言わずに弾いてみるといそううですことね、で、はい、わかりでました、じゃあ、はまた引き続次きおに願いね、します。行きましょうか。Thank you.
一応この2台は全く同じ機種で生まれもほとんど同じような感じの、あのピアノなので、新しいピアノなんですね。そうですね、そうですね。ピアノの弾き比べってなんやかんやとたまにあるんですよね、うん、よくよく考えたらこのシチュエーションでの弾き比べっていうのはすごく珍しいということが分かりまして、はい、なんか我々なんかコンクールとかでその弾き比べするときに必ずメーカーが違いますからね、うん、3台4台調律師さんもそれぞれのメーカーで違いますから、うん、もうあまりにも違うところがありすぎて、ちょっと別の生き物を比べてる感じになるんですけれど、この調律センターもたくさんピアノがこっちの下の方にあって、いろんな年代のピアノがありますからね。でもあの今回は同じ年代ということで、新しいというところで、まあ機種も同じということで、この設定って実はなかなかないんですよね。なるほどね。ですので、まあ、最初に経験がないという言い訳を、まあ、させていただいてですね。まあ、ただ、ここにピアノのメーカー名が、まあ、隠されてはいないのでね。ありますよね、そういうね、番組。実は片方は100万円のピアノでした。まあ、実際同じ機種でどれぐらい違いがあるのかということが今回の趣旨だというふうに。違いを説明しないといけないということで、まあ、こう弾き比べということで、まあ、前回アップライトとグランドだったんですけど、次はもうこう一番なんて言ったの、一番難しいところというか、まあ、今日は匠さん弾きに来られるということだったんで、まあ、あえてこう一番難しいところに挑戦してということで、同じなわけはないという生ものですよね。これデジタルものだったら、まあ、全く同じかもしれないですけども、かなり似ていると思います、うん、同じ機種でもここまで似てるのは むしろ珍しいぐらいかなと感じておりまして、どういうところが似てるのかっていう感じを言いますと、2つともあの従来の典型的なスタインウェイの音色のイメージとだいぶ違うかなというところで、圧倒するその音立ちの良さとかきらびやかな音みたいなもの、まあそういうピアノがあるんですけど、あのそれとはちょっとだいぶ違って、この2つはなんか音の減衰に特徴がありますかね、どう減衰していくかの美しさを聞かせるみたいな、そういうタイプのピアノですね。ハーモニーの少ない単音の曲で表現がしやすいというか、あの単音で語りやすい感じがしますね。逆にやりにくいこととしてはだいぶ音に個性があるというか、初めからちょっとなんか混ざった絵の具の色みたいな音がするピアノなの、2つに共通することとして、そのなんか単音を弾いてるのに初めからなんか絵の具の色が混ざってる感じがして、当然ちょっと濁ったような音を出したい時ってなんか和音を混ぜ合わせてなんか不協和音のようにするんですけれども、その綺麗な和音の曲の時によく言えば透明感があるけども、なんか絵の具の原色のようになってしまいがちなところで、まあこのピアノのいいところは、あのなんか三和音を弾いているにもかかわらず、あらかじめ一生懸命混ぜ合わせた音みたいなものを感じさせることができるということで、まあ例えばこういう曲ですね。あの非常にシンプルな和音になっている時に、普通に弾いてるだけでなんか味わいがあるような音が出せるという、まあ、そういった面があるかなというふうに思います。そしてこっちの方が初めから柔らかいので音色感が割と安定していて、そうですね、まあこういう、
ぶ弾きやすい感じがしますね、こっちのピアノだと。でその上でこの2つのピアノ、まあ、どちらが好きかっていうことで言いますと、私はこっちの方が扱いやすい感じがしています。理由は、まあ、わずかな違いなんですけれども、これはまあピアノの個体の問題なのか調律の設定の問題なのか、私は技術的なことは分かりませんが、こちらの方が少し音が柔らかい状態になっていて、こっちの方がちょっときらびやかな感じになってるんですけれども、最初がきらびやかだった方がその後の音色の変化が際立って、ちょっと扱いやすさはありますね。なるほどね。最初が明るい分結構音色が弾いてる間に変化してる感じがあって、まあそれがいい面で渋さにつながるところもあるんですが、透明感のある響きが作りにくいんじゃないかっていうことなんですけれども、不協和音を弾くとなぜか非常に透明感のある和音になるということがなぜかありまして、そうです。まあ、だいぶ楽に綺麗な音が出せるから、透明な音とされる三和音だとなんか渋みがあるんですけれども、不協和音を叩くとすごく明るく聞こえるという、まあ、ちょっとそういった面で現代音楽は弾きやすいですね、この曲、この楽器は。もう単音でほとんど、まあ、和音を重ね合わせて表現するっていうのが難しいタイプの作品の時にかなり弾きやすさがあります。たくみさんありがとうございました。はい B 型B211 の弾き比べいかがでしたでしょうか。思ったより違いが感じられた方、そうでもなかった方、いろいろかなとは思いますが、次回はですね、2週間後11月28日土曜日の11時から、今度は、今回使った B211 とワンサイズ小さい A188、 その2台を使って弾き比べをしてまいります。ではありがとうございました。本日はこれをもちまして終了とさせていただきます。今日本当にこう打ち合わせなしでやってるので、申し訳ありません。どんなこんな方向で分かりましたかね、皆さんっていう。公開収録という名の公開打ち合わせなんじゃないかそういう疑惑。あ、ここがこう違うね、ここがやっぱりこっちが違うねっていうふうに思われた方も、なんだこれ全然違わないであって思う方も、これどちらもあって当然だとは。うん、思いますね、それぞれ皆さん。そうですね。あと、まあ、問題としては私がなんか勝手になんか修正しちゃってるみたいな。あ、そうそう、指で修正しちゃってるんじゃないかっていう。これは本当に面白いで、やっぱり思うんですけれども、演奏する方ってやっぱり自分のやりたい音を出したいので、なんかこっちが柔らかいからその分強く叩いちゃってるんじゃないかっていう。そうですね、自然に修正してる、それはもう必ずあると思ってますし、ちょっと、まあ演奏者の人選を間違えたかもしれないでもまあやっぱり皆さんそういう感じでやられますし、まあ逆に言えば演奏者が意図してこっちがこういうふうに、まあ、思わせてやろうじゃないけど、そうすれば明らかにいやこれはこういうふうに違うでしょって演奏でそれを演奏を持ってやらせをすればよかったのかそういうこともまあできなくは。いやー、ね、ちょっと次回に向けての反省材料ですねこれがこうでしょうって言ったらね、こんな説得力のあることはないんで、もうちょっと分かりやすくもう演奏自体をちょっと変えちゃうという、もうそういうのもありましたねという感じなんですけれどもね、はい。